富士スピードウェイのショートサーキットで行われたトヨタ、クラウンスポーツのプロトタイプ市場。市場に先立ち、チーフエンジニアとチーフデザイナーによるプレゼンテーションが行われた。その中で語られた、クラウンスポーツの魅力と、他の新生、クラウンとの違いとは点々。スポーツとネーミングされても、クラウンの名にふさわしい走りを提案したい。ミッド サイズビークルカンパニー MS 製品企画 ZS チーフエンジニアのサラタ・アキヒロは新型クラウンスポーツの開発コンセプトについて俊敏でスポーツな走りを楽しめる新しい形の SUV として開発しましたスポーツというとハードというイメージですがクラウンの名にふさわしい走りを提案したいと考えました新しいクラウンは スポーツの他にクロスオーバー、セダン、エステートが存在しますが、このスポーツはエモーショナルという立ち位置にあります。走行性能については俊敏性を向上させるために、クロスオーバーに対してタイヤを21インチに体型化し、さらにホイールベースを8 0ト、mm、ル短縮して2 7 7 0ト、mm、ルにしています。と語った。 また、エクステリア、インテリアのデザインについては、ニットサイズビークルカンパニー MS デザイン部室長の宮崎光則氏が解説。クラウンシリーズのデザインを取りまとめている宮崎光則氏は、クラウンスポーツについて、エクステリアでは格好良くて美しい SUV、街中で二度見される存在感や強さを表現しました。サイドビューにおいては、 スポーツクーペのスープラやセリカであったような一つとして同じ断面がない。凝縮感と伸びやかさを合わせ持つ佇まいを持たせました。そして一番の売りはタイヤの存在感です。また、ハッチバックですので荷物を十分に積み込めることと、リアフレアの張り出し、そしてプレスラインについてもこだわりました。と語った。 インテリアに関して宮崎光則氏は、クラウンシリーズの美しさに赤黒のアクセントでスポーティー感を与えました。ステアリングやシフトノブ、スポーツシートに赤ステッチを採用し、高揚感を高める演出を行っています。と説明した。いずれにしても、フロントのハンマーヘッドオデザインなど、 クラウンクロスオーバーとは大きく印象の異なるクラウンスポーツ。SUV のシルエットを持ちながらローワイドとフェンダーの張り出しや、絞り込まれたキャビン形状など新しいクーペクロスオーバーの誕生と言えるだろう。ちなみにプロトタイプ試乗会では試乗車としてフェープラグインハイブリッド、撮影者として HEV ハイブリッドが用意された。 その中のフェーンにマットブラックのボディカラーをまとった車両があり、すでに公式ウェブで公開されているボディカラーバリエーションにはないものだった。参加されていたエンジニア氏に確認したところ、詳細は秘密だが、GR ヤリスや GR カローラをイメージしたマットブラックとのこと。かなりの存在感を放っていたこのマットブラック。 正式設定、限定食か点々される可能性はかなり高いだろう。